はい、おはようございます。それでは本日の閣議会見を始めさせていただきます。まず本日の閣議におきまして、内閣総理大臣から今般成立した平成26年度予算について、景気の下振れリスクに適切に対応すべく国地方を挙げて早期実施に取り組むことについての指示が流れました。私からは地方公共団体においても早期の実施に積極的に取り組んでいただくように要請を行うことを発言をいたしました。具体的には地方単独事業を含めこの公共事業の早期実証に努めることはもとより、公共事業等以外の予算についても早期の実施に積極的に取り組んでいただくこと、これを要請してまいりたいと思っています。さらにこの平成25年度補正予算の実施にあたり、公共工事の迅速かつ円滑な発注につきましては、入札契約手続きの効率化、それから前金払い制度の積極的な活用による資金調達の円滑化等を地方公共団体に対して要請をしております。昨年の時にも要請させていただきましたが、改めて周知徹底を図ってまいりたいと思います。なお関係府省に対し事務処理の促進を図る観点から、補助金等の早期交付及び事務の簡素合理化を図られるように協力をお願いいたしました。次に労働力調査結果、消費者物価指数及び家計調査結果について閣議に報告いたしました。その内容につきましては統計局からすでに公表しております資料のとおりであります。それからこの民間企業から被災地方公共団体への従業員の派遣についてであります。この度鹿島建設の従業員5名が4月1日から陸前高田市、大槌町、山本町、七ヶ浜町、奈良葉町へ派遣されることになりました。また定人グループからも従業員の2名の方が4月1日から石巻市へ派遣をされることになりました。今回の派遣はこの昨年私が建設業連合会の中村会長、それから経済同友会の長谷川代表幹事を訪問いたしまして、被災地方公共団体への人的支援を直接お願いをさせていただいたところでございましたけれども、さまざまなですね取り組みをいただきまして、鹿島と定人グループでご検討いただき実現をしたものであります。総務省でのマッチングを通じて被災地方公共団体へ民間企業の従業員が派遣をされるのは、今回派遣が決定した7名を含めて今11名となりました。このほかに日本保証コンサルタント協会がこの用地取得にかかる委託契約を締結しておりまして、これが5名から7名の人的効果に相当するというふうに考えております。ご支援をいただいている各企業団体には改めて感謝を申し上げたいと、このように思います。それから他にもですね、経済同友会および日本建設業連合会の会員企業数社から派遣の申し出をいただいておりまして、現在このマッチングを進めているところであります。被災地の復興事業を円滑に推進するため、このマンパワーのですね不足はこれ恒常的なものになっておりますが、被災地方公共団体の職員の一層の確保が必要であるわけであります。全国の地方自治体からの支援と合わせて、民間企業からの派遣も含めて合わせて今後とも充実に努めてまいりたいというふうに考えております。詳細につきましてはこの会見の終了後に事務方から説明をさせていただきます。それからこれは新しい取り組みでありますが、この防火対策の自主チェックシステムというものを今回この作ることになりました。でこれは昨年の10月11日に福岡市の有償診療所の火災が発生いたしました。死者は10名となったわけであります。しかしこの際にはですね、防火戸が適切に作動していなかった、そのことが被害拡大要因の一つとなったと推定をされているわけであります。で防火戸の設置と維持管理はこれは建築基準法なんですね。でこのあるかないかは建築基準法が見るわけであります。で消防機関による査察では、このドアの前に障害物があるとかそういったものについては指導いたしますが、その作動確認というのはこれは防火戸がそもそも動くかどうかというのはこれは消防庁の方の消防機関による査察の対象になってないんであります。ですからちょうど隙間をつかれたような形で あるにもかかわらず動かなかったと、こういうことがございました。でこれはいわば各省のですね連携が必要だと、
という、また各課の連携が必要になってくるわけでありまして、この全国の有償診療所が入力した消防法、建築基準法等に基づく防火対策の履行状況を、これをですね、消防庁と国土交通省と厚生労働省が共有できるシステムというものを整備をいたしました。で、4月から運用を開始することにしたいと思います。これは3省がそれぞれ関連するものを共通のチェックシートを作りまして、そこに自分たちが関係するものをチェックすると。で、しかしそこに合わせてですね、他の部分も、行った人がそこで見ることができるということです。そして検査の点検の期間が来ているのにまだ行われていないものには自動的にアラートが出るとかですね、そういうような表示が出るような、そういうことを少し工夫をしてもらいました。で、この有償診療所に関する、3省が共通のチェックシート、この情報は消防庁のサーバーに蓄積されますから、我々とすれば瞬時に全国の状況が把握できると、こういう仕組みを作ったわけでありまして、違反対象物の早期把握が可能になる。また管理状況といいますか、その整備状況が我々とすれば一覧できると、こういう仕組みになったわけであります。で、これだけのことをやりまして、画期的だと思いますが、これに要する整備費用は1000万であります。全国の、こういったものを整備するのに、まさに ICT を工夫いたしますと、各省庁にまたがる防火対策にかかる情報一元化、これは行政事務の効率化にもなりますし、経費の削減にもつながるんではないかと、このように思っています。私は今この我が国におけるですね、電子自治体、電子政府、電子行政というものを徹底的に追求しようではないかと、このように考えて、またそれを内閣で提案させていただいておりますけれども、この各種統計のオンライン化であるとか、それから国勢調査、これ大々的に世界で最大規模のことをこれからやろうというふうに考えておりますけれども、一連のですね、電子行政の推進の一環の中で、これは非常に分かりやすい、しかも、この非常にリーズナブルな形でですね、実現できたいい例ではないかと、このように思っております。詳細につきましては、ぜひこの会見終了後に事務方からお話を聞いてもらいたいと思います。それからもう一つ、消防による工夫であります。これは、緊急速報メールの中にですね、弾道ミサイル情報等を配信すること、これを追加させていただくことにいたしました。気象庁が発表する緊急地震速報および津波警報は、これは従来から携帯電話事業者、ドコモ、au、ソフトバンクを介して緊急速報メールで、配信されているわけであります。で、この緊急速報メールは事前の登録手続きを経ることなく携帯ユーザーへ一斉に配信をされております。そうした中でですね、内閣官房から発信される弾道ミサイル情報など、この国民保護に関する情報についても、これ消防庁を経由することになっておりますので、この消防庁を経由した段階で直接携帯メールに国民に伝達できる仕組みを整備するように、私の方から消防庁に指示をしておりました。この度4月1日からですね、この弾道ミサイル情報を緊急速報メールで携帯ユーザーに配信することができるようになりましたので、これによってより確実に多くの国民にこの緊急な情報が届くようになるものではないかと、このように期待をしております。詳細につきましても、この関係終了後、事務方からお話を聞いていただきたいと思います。私からは以上であります。幹事社の毎日新聞です。幹事社から一問お伺いします。みんなの党の渡辺芳美代表が昨日記者会見を開きまして、 DHC の吉田会長から8億円を借り入れたということで、資産報告書の借り入れ金額を訂正すると表明いたしました。ただその吉田会長はこのお金をその選挙資金として貸したと証言しているんですけれども、渡辺代表はそれを否定して、選挙運動費用とか、政治資金の収支報告書にはそれを記載していません。一連の動きについて大臣の受け止めをお聞かせください。まずこの個別の事案につきましてはいつも申し上げておりますが、具体の事実に即して、判断されるべきものでありまして、総務省は
実質的な調査権を要しておりませんので、まあ、具体の事実関係を承知する立場にないわけでありまして、まあ、あの個別の案件についてのお答えは差し控えたいと、まあ、このように考えております、まあ、その上で、まあ、一般論で申し上げるならば、まあ、政治資金につきましてはですね、これはその収受はいや、この国民の疑惑を招くことのないように、公明正大に行われるべきでありますし、まあ、適切な処理がなされていると思っております。またそれを、まあ、必要だと思います。そして国民に対する政治責任というのは我々政治に携わる者はいつも有していると、こういうことだと思います。幹事社からの質問は以上です。各社さんどうぞ。高重です。2つお伺いします。先ほどの弾道ミサイルに関する速報メールの件なんですけれども、これはあのミサイルが発射されたとか発射されるとか、あのどういうタイミングであの出されることになるそうで、これはあの従来内閣官房があの出してですね、それはあの消防庁を経由して J アラートであの緊急速報を出すわけです。そのタイミングであの J アラートで出すのと同じように個人の携帯電話にも出すようにしたと、こういうことであります。わかりました。あの総務省の方であの携帯電話市場について、うん、本格的にの料金の在り方などについての議論が始まっておりますけれども、うん、キャッシュバックを乗り換えの人にあのたくさん出す一方で長期契約者がの、まあ、損を被りかねないようなことが部会の中でも問題になっていると思うんですけれども、今後どの辺まで総務省として踏み込んだ制度の改正とか規制とかの想定されているんでしょうか。あのそれはまさにですね、 2020ICT 基盤政策特別部会、これはあえてあの名称もこだわってこのようにしたんですけども、まあ、その中でですね、あのいろんなあの議論をしていただきたいと、まあ、こういうことでありまして、まあ、現在、ですからどこまでというのはここの検討部会の中であの幅広く広範にですね、しかも今の世の中の、まあ、事象を捉えて、あのそれに対応する検討していただきたいと、このように考えております。各社さんよろしいですか。ではありがとうございました。はい、ありがとうございました。